皆さんはパラレルワールドってご存知でしょうか？ポケモンのゲーム内にもパラレルワールドっていう存在は非常に多くの作品で見られます。例えばウルトラサンとウルトラムーンは公式によってパラレルワールドだよって説明されています。まあガチリンの祭壇と日輪の祭壇と2つの祭壇があった通り、2つは交わらない世界だったのかもしれません。さあそんなパラレルワールドの中には進化の道筋が異なる世界線ってものも存在しています。さあ今回は進化にまつわるポケモン、血塗られた三日月さんについてお話ししていきたいと思います。ほんじゃも、どうもサオでございます。さあ、無駄図鑑なんですが、唐突にクライマックスかもしれません。いきなりかよ。このポケモンは何を隠そう、様々な遺伝子、そう、進化に関係しているポケモンです。進化の道筋や DNA と直接的に関係してるかもしれない、とどろく月のお話です。この世界でもポケモンの世界でも DNA っていう構造がないと進化することもできませんし、子孫を残すこともできません。でもメガ進化の話って前したよな。前した話と加えてもう一つお話ししていきたいことがあるので、それではとどろく月でございます。なんかボーマンダよりもモフモフしてていっぱいチュキって感じなんですけれども、さあそんなとどろくチュキ、図鑑説明はどうでしょうか？怪しい雑誌の記事によると、ある地方で起こる現象に関連するポケモンらしい。うん、非常にロマンあふれる文言なんではございますが、怪しい雑誌に頼ってんじゃねえよジニアさん、そう言いたくなる気持ちも僕はわかります。さあこの怪しい記事って何だったんでしょうか？それが月刊オーカルチャーでございます。パルデア未確認ファイルナンバー4、原始のボーマンダ、謎の生物トドロクツキ、秘書スカーレットブックに書かれた謎の生物が名前の由来になっている。その姿は他の地方でボーマンダに発生するとある現象の結果に酷似しているが、関連性は不明。羽毛を撒き散らしながら高速で飛び回り獲物を襲う。その凶暴な性質はボーマンダ以上と考えられており、遭遇することがあったら絶対に接触を避けるべきである。ソーシャルディスタンス、街で見かけたら必ず接触は避けてください。さあそんなボーマンダに発生するとある現象とは何だったでしょうか？それはボーマンダで説明するなら、立つべこもるボーマンダと2段階の進化というものがルールだったんですよね。しかしルールをぶっ壊すメガ進化なるものは XY から確認されています。しかもこの XY の世界線はメガ進化がある世界線と呼ばれているんですが、スイッチ以降世界線というものが結構ぼやかされていたんですが、SV の世界線には間違いなく他の地方にメガ進化が存在しているっていうことなんですよね。これは非常に資料としては別の面では役に立ちますよね。メガ進化とは一体どういうものだったのか。メガ進化をする際に二重螺旋構造のような図形が出ることから、何らかの遺伝子に語りかける能力だったってのはわかります。話をしよう。しかし他の要素はまあ僕のチャンネルでは結構いろんなものをまあ考察してきた部分でありますが、公式的にはあやふや。ポケモンの能力を極限まで高める、そんな技術によってポケモンたちは苦しめられているっていうのはサンムーンとかの図鑑から分かっています。まあ遺伝子に語りかけたことによって袋の中のポケモンが動き出して2回行動になるっていうのは、まあこっちの方がルールをぶっ壊してる気がしますが、まあこいつはさておき、そんなメガ進化に酷似した現象、それが原始回帰。そして先ほどのオーカルチャーの文章にあった原始のボーマンダ、繋がりそうな部分があります。これは以前の動画で話した内容ですが、一応聞いてください。というのもメガ進化イコール原始回帰なのではないかというお話です。まあそもそも原始回帰というものは、太古にあった自然のエネルギーによってポケモン本来の姿を取り戻すというものです。つまりボーマンダが太古の姿を取り戻せば、とどろく月のような姿になるんではないか。つまりメガ進化は原始回帰に似た現象だったのではないかっていう方程式さえ作れてしまう非常に面白いポケモンになっています。しかしメガ進化の力は原始回帰の力、自然エネルギーですね、とは根本的に異なります。というのも生命エネルギーを使っているのがメガ進化になります。なので強制的に原始の姿を取り戻すのがメガ進化だからこそ、彼らは力がオーバーロードしてしまい副作用が起きていたんではないでしょうか。これは非常に簡単に解説しているので、できたら右上の動画参照にしてください。そんなわけでとどろく月っていうのは非常に奥が深いポケモンなんです。しかしこれ以上公式から語られることはありませんでした。
で終わらないのがこのチャンネル、皆さんもそう思ってると思います。まあですがここはあえて逆張りとしてやめてみるってのもありかもしれません。突然の裏切りというものは今まで日常にあったものが当たり前ではないと思う。早く話せ。それではもう一つの進化についてお話ししていきたいと思います。メガ進化ではなく生物学的な進化、そしてポケモンの生態レベルアップなどによる進化、この2つがあるんですが、まずはレベルアップなどでの進化についてお話ししていくんですが、まあ先ほど言った通りタツベイからコモルと進化していくんですが、ここからは比較して見ていきましょう。はい、こちらが、トドロク付きです。まあこれはね、特徴的なのはですね、ボーマンダと比較をすることによってわかるんですけど、このボーマンダですね、このボーマンダの名前はザシアンドットネットっていう名前で、これ限りなく改造ポケモンに近い、正規ポケモンで僕が作ったボーマンダなんで、そこは安心してほしいんですけれども、お腹の部分ですね。でお腹の部分はこれね、骨なんですよ。まあというのもコモルの時代からですね、進化した時にまあ付加的なイメージでこの殻をぶち破って出てきたのがボーマンダなんですよね。だからこう名残があるんですよ。まあですがこのトドロック月に関してはですね、こうお腹が丸出しです。タツベイに遡るんですが、このタツベイも空を飛ぶために頭をめっちゃ打ってたんですよ。飛んで頭打って、骨のように頭が硬くなってっていうね、まあそういう経緯があるんですよ。その後コモルで殻にこもりました。じゃあ先ほどの2体比べてみましょう。タツベイから飛び級で進化してるように見えませんか。お腹の殻がないトドロク月って、しかしパラドックスポケモンは進化前も確認されていないポケモン、つまりトドロク月の頭の殻を見ることによって、あれパラドックスってやっぱ進化後のポケモンなんじゃないのって考えることもできるんですよね。まあそんな感じで進化の道筋が違うっていう言葉についてはこういうところからも感じ取れる要素なのかもしれません。でこれは生物学的な進化ともつながる部分なんですが、では前回の羽ばたく神のお話の時に話した、もうそもそも別種のポケモンなんじゃないのっていうね、部分、トドロック月に関してはね、羽毛を撒き散らしながらとかね、おけっけがね下に生えていたりするので、実際にこれはねドラゴンにも、まあ、トカゲ鳥みたいな感じのイメージなのかなって思います。通常はボーマンダーを見ていただけるとわかると思うんですけど、まあ、コウモリのように、まあ、羽毛で飛ぶポケモンではないんですよね。まあ、それこそ前回言った翼竜に近い状態になってますボーマンダーは。しかしトドロク月って毛で飛んでる感じは伺えるんですよね。まあ、もちろんなんかコウモリのような感じにもなってるんで、まあ、一概にどちらかとも言えないんですけれども、生物的には結構異なるポケモンなんじゃないかっていうのもこの毛並みから見えてきたりします。まあちょっと微妙な部分ではありますがね。さらに同じポケモンだった場合、同じ DNA を持っていた場合、まあ、先ほどのメガ進化の部分にも重なってきますよね。原始の姿に帰っていたというもの。さらに言うとですね、タツベイです。まあより羽毛というもので、まあ飛ぶことに特化していたんですよね、トドロク月は。そして何らかの影響で、まあ、絶滅近い形になっていって小型化していった、それがタツベイだったってわけになります。するとですね、タツベイの図鑑説明を見てみてください。昔は飛べたっていうね遺伝子の情報があるんですね。それはトドロク月を指していた可能性があります。自分の中で独自に細胞を進化させて今の別の飛び方を獲得したっていう可能性があります。というふうに考えると、さらに謎が深まるのがタイムマシーンですよね。まあタイムマシーンだと本当に過去からポケモンを連れてきてる説とか、まあ理想を現実化する、まあ現像するマシーンだったとかね、いろいろな話があるんですが、まあ今回のケースを当てはめても、まあ後者がめちゃめちゃ万能すぎるんで、まあ、なんとも言えないところですが、まあ前者で考えるとやっぱりタイムマシーンという理論は矛盾を解決するにあたって、古代のパラレルボーマンダ的なポケモンを連れてきていたから進化の道筋だったり、まあそもそも生物としての種類なんかも異なる可能性もありますし、もちろん修練進化をしている可能性もありますよね。そして後者だった場合、メガ進化っていう分かりやすいなんか身近にある原始回帰的な現象があるからこそ、それを想像しやすく理想化しやすく現像しやすかった、まあいろいろなことが考えられるわけです。まあだから、まあ、メガ進化、生物学的な進化、ポケモンの進化、これを全て含めても非常にトドロク好きっていうポケモンはめっちゃロマンあふれるポケモンなんです。まあですがいつも通り言い訳をするんですけれども、関連性は不明でね、まあパルデア未確認ファイルにも書いてある通り、まあどうなんでしょうね。やっぱねパラドックスは毎回これで締めますけど、非常にオカルティックなポケモンたちですよね。というわけでございました。今回のお話どう感じたでしょうか。コメント欄に書いてみてください。特に何も感じなかったよって人はですね、好きなガリガリ君の味、こちらを、コメント欄に書いてみてください。それではご視聴ありがとうございました。残念ですがさようなら。